75,000円案件、期間限定開催、アロー第一生命がネットバンクネオバンクをスタート。銀行があなたに75,000円をくれるキャンペーン、今すぐ動画概要欄をチェック。誕生日最後の10分、市川團十郎。ママの言葉をプレゼント。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2023年3月23日にブログを更新し、誕生日の最後の1秒までと題し、勸玄君が涙した出来事を明かした團十郎さんは、勸玄と2人で過ごしました。10歳の誕生日に iPad をあげました。最後の10分で私から言葉のプレゼントをしました。ママが言っていたことを伝えました。勸玄は涙を流し聞いていました。決して悲しい悲観的な話ではないのですが、そうでした。彼の心に残ってくれたら嬉しい。今日も一日ありがとうございました、おやすみなさいませ、と綴った。ブログ読者からは、真央さんが見守ってくれていますね、私もうるっとしちゃいました、などの声が寄せられている。10歳となった勸玄君をいつも母真央さんは近くで見守ってくれていることでしょう。ママの言葉にカンカン涙、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。75,000円案件、期間限定開催、アロー第一生命がネットバンクネオバンクをスタート。銀行があなたに75,000円をくれるキャンペーン、今すぐ動画概要欄をチェック。